ひたすら農業ですか。そうですね、ほんとひたすら農業ですね。ほんとに。ちなみにそのやってる名所とか、はい、丸山有機農園っていうのを、まあ、5年ぐらい前に立ち上げまして、まあなんて言うんでしょう、まあ、いわゆる有機農業っていうのはね、農薬を使わない有機肥料どのこうのがあるんですけど、うん、ちょっとうちひねくれてて、うん、有機農業に対してちょっと僕アンチなんですよ。有機農業と言ってるのに。はい。まああのなんかどんなイメージあります？有機農業って。まあまず畑があって、はいはいはい、まあ、パッと思い浮かんだらまあそういう農薬だったりを使わないで、はいはい、そのお天道様と。はい、まあ、水を与えて、うん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 、植えてまず種を植えてそういうのでやるっていうイメージです、はい、こう自然なね自然な生存ですよね、うん、でそれが僕は有機農業だと思ったんですけど、うん、今のやり方って結構何でしょう、まあ、堆肥っていうのがありましてね、うん、これがこう動物のうんこちゃんを発酵させて作るものがあって、うん、でもそれの中にその自然なないじゃないものが含まれてるんですよ。なるほど。そういう何て言ったかいいか、エネルギーとかなんていうかそういう、うん、まず動物が食べる餌が遺伝子組み換えで、うん、あそれが出たのだともうそうなるってこと。もうそう、うんうん、そうだったりとかホルモン剤だったり何だり打ち込んでますっていう状態のものを、うん、いいですよって使ってる有機農業っていうのが僕はそれはどうなのかなと、否定はしないですけど、うん、まあでも本質的にってことですね。そうそうそう、本質的にっていうところで突き詰めて、うん、ついつい癖でね、うんうん、こだわって、まあそうですよね、そうしこう食らっていくとね、そうなんですよ、調べていくとっていうやり方をこうやりながらこう自分の独自のこう農業を確立させようなんていうことをやってたら、うん、あっという間に2年経って3年経って、でもずっとね本当サーチするやフェイスブックだったりとか、うん、いろんなところで見てて面白いなっていうのと、やっぱ続けてるってすごいなっていう、うんね、うちと一緒かもしれないけど、こう主流じゃないところを、うん、でも主流に持ってこうっていうわけではないんだけど、なんか面白いことやってきたよねっていうのはもうすげえ素敵だなと思って見てました、うん、そうね、野菜作り、はい、とかもそうだし、音楽作る、はいはい、こともそうだし、はい、やっぱその音楽に対してもその有機、うん、有機農業っていうんですか、うんうん、混じり気なしで作りたいじゃないですか。そうですね、まあそういうことですね。なんかそうやっぱそういう自分が聴いてきた音楽とか、うんうん、遡っていくと農薬は使ってないからみたいな。そうだ、なんか、なんかまあ、うん、難しいけど、いやでも面白い話で、やっぱりこうちっちゃい頃聴いてきた音楽っていうのがこうなんかもう自然に体に染み付いてて、うん、染み付いてる、それがもう今やってる音楽になってるでしょ、うん、でも本当に食べるもんもやっぱそうで、うん、まあ、僕も、まあ、体に直にいきますよね。そうそう、食べるもんなんか特に直で、これ面白くて、僕もこうやってこう自分でこういうものを作り始めてから、自分の野菜を、うん、添加物とかもなんか取らないような感じになってきて、タバコもアメスピなんですけど、オーガニックだとか言って、オーガニックだから大丈夫だとか言ってるんだけど、うん、でもなんか変わってくる、やっぱ変わるんですか、ね、すっごい音楽に対してもピュアになってきたっていうか、うん、なんだろう、本当に体で感じられるようになってきたなっていうのは、だからなんかやめらんない。いい風になってるじゃないですか、ね、そうそう、いい風になってるし、これがお金生むのかって言ったら、別に今音楽そんなお金生むわけでもないし、必要なのかって言ったら別に必要じゃないのかもしれないですけど、これはもうなんかすごい両方あって、うん、勝手にこう関連付けてね、まあ、でも関連付くんじゃないかな、きっと、うんうん、なんか食べ物そうだし、音楽もそうだし、うん、やっぱ選んで食べるわけだし、うんうん、ね、誰しもが、そうそう、で嫌いなもの食べててもダメじゃないですか。そうそうそう、極端だし、こうこれすごく健康でいいですよって言われて渡されて、うんうん、食べてても嫌いなもんじゃ、うん、あんま意味ない、意味ないし。でもそれが本質的に美味しいもんであれば、うん、食べ続けられるっていう、音楽と一緒なんだよね。なんかこうこれかっこいいから聴いてよなんつって、うん、パッて渡されてかっこいいなこれと思いながら聴いてても、うん、何も肥やしにならないし、うん、なるほど、好きなもの、うん、だからそう本当に音楽もいろいろあるけど、こう自分の好きなものだけ、うん、だけでも構わないし、まあ、うん、チラチラ聴きますけど、うん、自分の中に入れていくものっていうのを
この、まあ、40なんですけど、こうなチョイスしてるのかなっていう、うん、そのチョイスの仕方は素晴らしいと思いますね。 ありがとうございます。なんかそのやっぱり今、はい、時代っていうかここにいると、うん、やっぱそうじゃないものがいっぱい多いじゃないですか。そう、うん、本当にあの自然にそうじゃないものが入ってきて、じゃあ何チョイスするんだっていうのが、うん、みんな難しいっていうんだけど、難しいと思うねなっていう考えでいくと、うんうん、でもなんだろう、こんだけ情報溢れててもなんか自分の芯がしっかりしてれば、音楽にしたって食べ物にしたって、うん、そんなにチョイスするのは難しくないのかなっていう、うん、分かっていればね。そうそう、その何が欲しいとか、そう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 、本当に分かるまではなんかみんな時間かかるのかもしれないし、無理にね言ったって、うまいって、うん、美味しくいただけないと思うんですよ。やっぱりなんかだからすごく面白いなっていうのは、音楽とこの農業っていうのはすごく近いですよ、うんうん、何かを作るってことで対してはもう一緒だと思うし、そうですね、うん、だあの正直な話、音楽すごいやりたかったんだけど、うん、この丸山雪農園っていうこと自体が自分自身のソロ作品みたいな感覚になってきちゃって、よくね、僕もお付き合いしてる料理人とかで話聞くと、音楽の人もいたりするんですけど、うん、その人もこう最初はねアルバイトで始めて、うん、でこう音楽やりながらってやってたんだけど、うんうん、この料理っていうことが、うん、人に対して美味しいもの作ったら評価される、うん、で音楽ってなかなか評価されない、まあ、そうですね、若いづらいもんだし、ね、若いづらいしって、でこの評価されるっていうことがやっぱ表現者だから、うん、一緒ですね、いいって思ってそのまま料理人になってった人も聞いたことあるし、うん、僕もだからその話聞いてはちょっと近いなみたいな、多分ね、その喜びだったり何だったりのは一緒だからきっと。そうなんです、何をやるにしても、うん、って考えていくと、まあ料理にもなりますねって話ですよね。まあそうですね、農業もするし、そうそう、だからその作るっていう作業が結局は好きなのかな、うん、もう最初農業で食えない時にチョイスしたのはやっぱりそういう、ね、さっき話したけど片白大工だったりとか、うん、そういうドカチンだったりとかやってて、うん、そういうのもなんか今振り返るとやっぱそういったこうなんか作るっていうのは好きなのかなっていうのはね、うん、ありますよね。そうですね、うん、農業なんか特に多分、まあ、やったことないからちょっと分かんないけど、うんうん、もろ似てるじゃないですか、多分その野菜だったり何だったりが素直にその自分のやった ことによって出るじゃないですか、うん、そうなの、本当に芽が出てたりとか葉が咲いたりとか実が実ったりとか、うん、でこれがねまた音楽もそうだけど、あ、技術的な考え方と、うん、こう感情的な考え方とこう分かれるじゃないですか、うん、まあどっちも必要なんだけど、なんかあんまり僕技術に寄りすぎたりするのが好きじゃなくて、どっちかっていうと感情とかそっちの気持ちの方が強いんですよ。でもね、なんかそういうこの個性的なものがそっちで生まれてくるのかなって、うんうん、多分そういう人が作ったらそういうものができるし、そういう考えの上で作ってみれば、うんうん、僕こう音楽家で好きなっていうか、やっぱこう個性的な人がみんな好きなんですよ、うん、なんか模倣してないっていうか、うん、まあ、模倣は最初はあったんでしょうけど、まあ、最初、まあ、やるにあたってってね、でそれがこうその人それぞれで全然こう音も違うし、うん、例えばねさっきドラム取らせてもらったのが他の人来ればまた違うじゃないですか、ま、そうですね、だこれがやっぱりこう醍醐味だし、うん、醍醐味ですね、うん、特に多分きっとこういう音楽性のものがあるから自分のそういう丸山雪乃園っていうのは、まあ、自分で言うのもなんですけどこう個性的であり続けられるのかなっていう、うん、そういうなんつうか哲学がないと、うん、やっぱりやっててもねっていう、そうそうでもねその哲学が33にはすごいあって、こう久しぶりに来た時に何だろう、この自分のイメージしてるサウンドをそのまま撮ってくれるところって本当になくて、まあお仕事だったりでね、うん、レコーディング行きましたっていう時はもうそういう音で作るしかないっていうのも分かるんですけど、まあ僕の技術が足んない部分もあるかもしれないし、うん、ここまでこう自分がイメージしてたサウンドだったり空気感帯だったりで撮ってもらえたのは本当に初めてかなって思う。ありがたいですね。いやマジで、あのなんだろう、うん、これは不思議だ。やっぱりこの33っ
ていうメンバーがそういう気持ちを持ってここ作ってんだなっていうのがこう改めてすげえ楽しかったもん。あでもそれは多分そういう人を呼んだのかなっていうのもありますね、うんうんうん、やっぱ多分個性的な音だったり、うん、やり方だったりするから、うん、やっぱりそういうのを求めてる人が来てほしいし、うんうんうん、とにかく日本にはこういう音作ってる人ところって本当ないから、うん、海外と比べてもないかもしれないし、うん、でも面白いのにね、うん、だと思うんですけど ねすっごい面白いしこう、ね、サポートとかでライブハウスも出させてもらうんですけど、はい、なんでこうみんな同じような音にしちゃうのかなっていう、うん、こうそれが悪いとは言わないんですけど、うん、なんかあんまり足運ぶ感覚になかなか慣れないというか、うん、ただ音でかいだけみたいな、うん、まあ、そこになんかね面白い要素があるんだったら別に、うん、何の問題もないじゃないですか。でもそこに哲学ないですよ。まあまあそうなのかな、うん、こんな、いや否定してるわけじゃないんですけど、うん、やっぱもっとこうなんだ音楽自体のこう作り方っていうのもすごく大事なんだけど、うん、その手前にある音、うんうん、そもそもの、うん、そもそもここをこう改めてこうサーティスイに来て、ああそうなんだなと思いながらでも、まあ、器用にはできないと思うし、うん、やる必要もないと思うし、うん、必要もないし、できる自分ができることをやればいいし、でもすっごい個性的、まあ、それが個性になるんだと思うし、うん、やってることがね、まあそのなんか野菜作るのもそうだし、うん、なんか作ってたらまあ音楽もそうだけど、やっぱりなんか形が違うじゃないですか、できるものは毎回毎回、そうそうそう、多分その時言ったら1年前作ったものと今作ったものだと、うん、まあどっちがいい悪いじゃないけど、うん、もの自体がもう違うじゃないですか、同じものを作っても、うん、だからなんかなんだろうな、全部同じ風にしてこうっていうものじゃなくて、それ理解した上でやっていくといろいろ面白いものって作れるんだなって今日思いました。そのなんか野菜作るじゃないですか、はいはいはい、それのなんか主となる野菜とかってあるんですか、 なんか例えばじゃあ自分の好きな例えばパンクが好きとか、はいはい、でこれが芯にあるからまあ他のも聞けるし、なんか好きなのもあるけどっていう野菜ってあるんですか、なんかその作ってるもので。すごいいい質問しますな。やっぱり音楽家だなっていう。なんかそういうやっぱ好きなものがあって、初めにじゃあトマト作ろうってなったら、とりあえずこのトマトはずっと握ってるじゃないですか。はい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 。でまあこれだけだと面白くないから絶対に、音楽でもそうだし、ずっとパンク聴いてるやつなんて多分良くないから。まあまあいろいろね結局好きだけど、まあこうじゃあこっちもじゃあブルースも聴けよみたいな感じじゃないですか。ルーツってどうなんだみたいな。そうそうそう。そういうので野菜だと何なんですか。実はうちで言うと本当好きな野菜って2つあって、うん、ズッキーニとズッキーニ、ね、それとビーツっていう、あもうなんか洒落てますね。まあ洒落てっていうかちょっとマニアックなのかもしれないです、うん、一般的ではないところかもしれないですけど、これ面白いんですよ。ズッキーニってだからキュウリみたいなやつですか。そうそう、まあ、厳密に言ったらかぼちゃの仲間らしく、かぼちゃなんですか。でこれがまあなんていうんだ、日本じゃこう定着もしないし、どうやって食べたらいいのか分かんないっていうもんで、うんうん、無味無臭の野菜だなって言われてるんだけど、うち、ん、で作って食べてもらったやつ本当美味しいよって、味も香りもあるしって、うん、でそれ振り返るとなんだろう、まあ、それに対して好きだっていうのもあるんだけど、なんだそもそものその野菜の個性って何なんだろうとか考えて想像して作ったりとか、うんうん、じゃあイタリア人ってこれすげえ食べてるけど、すげえ食べてんじゃやっぱうまいから食べてんでしょうと、じゃあうまく作るにはどうしたらいいんだってい こうイメージだったりとか、そういうのを沸かして作って育ててできて食べたりっていうのはすごい幸せですよね。でそれでこう自分で磨いた技術っていうのが別のものに転用できて、でそっちもまた良くなったりとか、そんなことしていくとな、ちょっと音楽と近い、まあ自分で近しいような感じにしてるのかもしれないし、うん、でもそういうのが考えやすいしね、うんうん、分かりやすいと。そうなんですよ。もうビーツなんか、ビーツってどういうんですか。ビーツってこう株みたいな、 あの天才の仲間なんですよね。天才ってサトウトル天才で、うん、
それでこうちょっとこう土臭いというか、鉄分がすごい豊富で奇跡の野菜って言われてるんですけど、ボルシチの素でね、でこれ最初僕食べた、まあ、飲食店からオーダーが来て、じゃあ食べてみようと思って、食べたらすごいまずいびっくりするぐらいえぐくて、味はひどいし臭いし、こんなの食ってんのと思ったけど、でもなんかこうフレンチのシェフとか聞くと、いやあっちのやつすげえうまいんだよ、あっちのやつさって食ったもんねって思いながらそうですね。で2回ぐらい失敗して、じゃあ本当どういうふうに、愛情だけじゃ無理だから技術的なもので何が必要なんだろうとか、向こうの見ない土壌とか調べてみたりとか、いろんなことやったら、もう今本当うちの一押し、もう甘いし、海は少ないし、まあそういうふうにできるようにこうやってったんですけど、でこれを全部の野菜に転用してるんで、もういきなりレベルがゴーンと上がるっていう、そのルーツ、ルーツがあったからよかったですね。そうそう、なんかその芯があったから、面白いですよ。結局だから結果出てくるのってちょっとかかるんですよね。それそうですよね、きっと何やるよ。そう、なんかよく考えたら今まあ一応ドラムの練習もしたりするんですけど、なんかちょっと前にやってた練習というか聞いたものだったりとか感じたものっていうのが40ぐらいになってようやく出てきてるのかなとか、なんかそんな感じはちょっとしますけどね。今そうなんです、きっとそうなんですね。そもらったものが出てきてるっていう、面白いですよ。そのズッキーニ、ズッキーニとビーツビーツっていいですね、ドラマっすねでしょなんかやっぱりこう全部一緒で途中でね、もっと一般的な野菜作って、はい、場に受けするやつもやった方がいいじゃないってアドバイスもらって、大して売れてなかったから、じゃあそういうこともやった方がいいのかなと思った時もあったんですけど、結局こうあんまりこうなんかだってズッキーニって聞いただけで面白そうですもんね。そう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 、野菜ででしょ、キュウリって言われても、ああキュウリかだけど、まあまあ、ズッキーニってな、そうそうそうなんかいいよねみたいな、ビーツってなんだよみたいな、だからなんかね、そんな結局でも好きなもんやってないと、まあ続かない、そっちの路線で、音楽もね、ポップなもんも好きですけど、こうやっぱちょっとマニアックなアンダーグラウンドの音楽っていうのがすごい僕の中では好きで、ね、シンプルな8ビート叩いてもそういうもんが表現できるようになっていったら面白いのかなとか、まあそうですよね、きっとシンプルなもんそういう人やってるし、意外と、でただそういう風に見せないだけであって、そういうとこがあるかな、ズッキーニっていうのはびっくりしましたね。そうっすかズッキーニなんだみたいな、いやそう、でもそれからいろいろなものを作るんですよね。そうですね、まあ年間でだいたい100種類ぐらい作ってるんですね。そんな作るんですか。こうイタリアンとかフレンチとか、そういうところで使ってもらってるので、まあやっぱそういう聞いたこともないような野菜をどうやって育てるのかも分からず、分かんないですよね、だって聞いたことないんだから。そう、まず噛んで育ててみて、大体1回失敗するんですよだってもう野菜なんてすごい時間かかるじゃないですか、その作るまでが、までがね、だからそれが分かんない、あこうなってくんだみたいなのを僕研修しなかったんですね、研修して普通みんなやるんですけど、僕も最初研修しようかなと思って行ったら、ちょっと有名な農家があって、メディアとかも出てるところで、僕もその時はなんかそうちょっとそういうとこ行けば、なんかできるんじゃないかな、そうってか思ったんだけど、そこの社長が、あのお前一人でやれと、もう大丈夫だと、大丈夫とは言ってないんだけど、でも面倒くさかったかもしれないし、こいつやるからそれがあったから、あんちゃんもういいや自分でやっちゃえみたいな、失敗しまくって、だから今こうやれてるのは本当奇跡なんじゃないかなみたいな何かしらあったじゃないですか、頑張りがまあまあそうっすね、だからちょっと人と違う努力はしなくちゃいけないのかなと思って、そういうこう最初言った高校生のものも2年ぐらい目で固めちゃって、コストかかるんですよ、動物系の堆肥とかっていうのはこう軽トラ1台で本当、ね、1000円ぐらいで買えたりもするので、すごい安かったりするんですけど、なんかこうダメなんだよね、こだわっちゃうと、やっぱそうじゃないっていうね、例えばだってトシ君がさ、こう
まあまああれだけど、サティスじゃないところでちょっとライブやってよとかって言われたら、あんま乗り気にはならないでしょ。ならない。そのやっぱ自分の好きな場所で好きな音楽やりたいっていう、うん、まあこだわりは出てきますからね。ね、そうなんですよ。やっぱそれね、あやふやにしちゃうとちょっと辛くなってくるし、うんうんうん、やっぱりだからそれがこうしっかりあって、なんか不思議なもんだから、農業で考え方っていうのがそうこうちゃんとこう中立的に出てきたら、うん、音楽が楽しいんですよね。うん、すごいやりたくなってきて。相乗効果ですね。そう、いい感じの。でもこれは無理にでも時間作ってやっぱ音楽やってこう、うん、なんかこうまあ大げさかもしれないけど、そういったこうちょっとこう表現もね、うん、できたりとか、あとはなんかこう音楽とね、こうこのやってるうちの丸山雪の園を絡まして、うん、なんかもっとこう面白くこう、うん、みんな楽しくできることないのかなとか考えてるんだけど、終わってるんだけど。でもなんかその考えて、なんかその考えられる術があることがすごいじゃないですか、やっぱ。そうそう、だから武器っちゃ武器なんだよね、うん、なんかそのやっぱ野菜から音楽っていうのは多分普通の人は連想しないし、うん、それを自分の中に取り込んでやるっていうのはなかなか難しいから、うん、だからなんか確かにそういう飲食店なんかでこうね、ちょっとしたミニライブとかもあったりはして、それも面白いかなと思うんですけど、こう自分がドラマーであるっていうことでなんかできることないの、別に演奏するっていうわけではなくてもなんかできないかなって、つなげられたらな、うん、でこれがこう結局僕のやってる丸山雪の絵なんていうのはもう本当数パーセントの人にしか、数パーセントもいねえな、 0.00 何パーセントしかいないような、まだいることがいい、高いところに行ってて、でもひょっとしてその音楽ももっと面白いの聞きたいと思ってる人の中にここと同じなのかなっていう、うん、多分まあ狙ってるっていうか、そのそこの層はあるし、そうですね、うん、なんか狙っていって、うん、そのこの狭いなりのところで、もうちっちゃいコミュニティもいいから、なんかあそこ行くと楽しいよなとか、そういうものなんか生まれたらいいなっていうのは、うん、まあ絡められるですもんね、何事も、うん、何事もいろんなことに絡められるじゃないですか。そうなんですよ、しようと思えば、うん、もう一切ずれなきゃ、うん、33としてなんかこう今後ってこんなことやってきてなみたいなのってなんかあるの？基本はまあ音楽はもちろんそうだし、うん、まあ、その他にもそれにつながるようなことはいっぱいしたいですよね、うん、例えばそのさっき言ってた野菜を、うん、だったりなんかカフェに卸してるとか、うん、その料理を卸してるところにもなんか行ってなんかできたらいいし、うん、なんかこうあれっすな、野菜のテーマソングを作りたいです。まずはね、もうなんかこうビーツみたいな、ビーツだったらできそうな、なんかだって響きだけでかっこいいから、そうそう、なんかもうビーツビーツって言ってるやなんかなりそうだから、みんなでね、ダダダビーツビーツってなんかいけそうかなっていう、うん、結局その一番最初そういうことじゃないですか、はい、きっかけなんて、はい、でそれがなんか多分音楽とかもそうだし、うん、ロックとかパンクとかもそうだし、うんうん、アホみたいなことをそうなのなんかやってたら、なんか外から見たらすげえことやってるよって言われて、うんうんうん、でも多分パンクとか一番最初めにやったやつはそれしかできないし、うんうん、それが好きだからやったわけじゃないですか、うんうん、何も考えてないもん、何も考えてない。よく見たらこうね、遠くから見たらすげえなこいつって思うけど、うんうん、こう間近で見たらうんっていう、うんうんうん、まあやってることはそこまですごくないけど、そうなんだよね、だからすげえなーと思う人に ね、会うことってたまにあって、うん、そんな話聞くでしょ、うん、でも聞くと普通なんだよね、普通、その人にとっては当たり前だし、うん、だその当たり前のことっていうのをこう自分の角度で面白くやっていけたら、まあ、みんなにこう感動つうかこう、うん、ちょっとこうおーっと思うようなことできるのかなっていう、うん、そうなんですよ、意外とそう普通なんですよ ね、こっちはもうそういう人とか会ったりとか見たりすると、うんうんうん、もうイメージだけ先行するじゃないですか。こう思ってんだろうなと思ったらそうでもないみたいな、うん、何普通のご飯食べてんの。なんか変なのも食って欲しかったし、そう、なんかもうちょっとすっげえ酒飲んでるとかね、あんのかなとか、そうでもなかったりするんだから、なんか、なんか生み出してくってなんかそんな特殊なことではないのかな、特殊じゃないと思う、まあ、そうですね、なんか作っていれば、うん、特殊なことは絶対
しない方がいいし、うん、自分の中でどんだけ当たり前になるかっていうので どういうふうに続けていけるのかっていうのがすごい大事なんだな、だから多分そのやっていく中でやっぱりなんか違うことやろうってなってるとやっぱりちょっとずつ歪みが出てくると思うし、それ難しいとこ でもやってたらやっぱおかしいこともやりたくなるし、うん、あるある、ズッキーニつけてたらなんかズッキーニ2みたいな作りてってなるじゃないですか。いや去年やってて丸いやつ作っちゃって、はい、売れねえ売れねえやっぱりダメなんだ、全然ダメダメなんだ。で今年棒だけにしてみたいな、まあ俺のイメージだともう棒だから、そうそうそう、丸いの出てこられたら、うん、それちげえよってなる、なんだこれっていう、うん、もうやってみたからこそ分かることもあって、ああなるほど売れねえんだなみたいな、丸ダメだみたいなそうそう、まあそれ一個消せたからいいですよ、そうそうそう、いいだけど、だからやっぱなんか結局だからそういうふうにこう戻ってきたりとか、うん、あまあなんだろうな、周りから見たら変なことやってるのかなと思う人もいるのかもしれないけど、そんなに変なことやってる感覚は都の本人にはきっとみんなないんだよね、ここもそうだし、ただ作ってるだけみたいな、そう、それを淡々とやってるだけなんだなっていうのは改めてだからこうやって話させてもらった時にジャンル違くても一緒なんだなっていう、一緒ですねきっと、いろんなその違う人とか来たとしても、うん、結構一緒だなみたいな、うん、音楽の中でもこうジャンル全然違くても、うん、自分の好きなジャンルじゃないところでもかっこいい人っているでしょ、全然でもそういう人ってもうそれがもう当たり前で、うん、俺これが好きで面白いんだってやってる人だと、うん、本当かっこよく見えちゃうし、聞けちゃうし、そういう人たちとばっかりこうやってけるといいよ、うん、そうですねそうですね、それがベストですね、うん、でも実際サーティスリー見てるともうそういう人たちしか来なくなってるっていうか、そういう人たちが集まるようになってきてる、うん、そういうふうにいけるといいですよねやっぱ、うん、そうじゃないとなんか、ね、やっててもでもすごいと思うよ、何年やってるの、スタジオできてもう十何年とか、ね、すごいよね、まあそうそう、でまあ、バンドから始めて、まあ、徐々にレーベルっていう形になってったから、うん、まあ、最初はだってレーベルなんて考えてもなかった、うん、考えてもだってただバンドやってるだけだったから、うん、楽しいな、音楽楽しいなってやってるだけだから、うん、でそれも結局形が変わるだけだから、うん、一緒、最初のやってたこと多分変わんないし、何がきっかけでそういうこうライブで演奏してましたとかこう、ね、音源作りますから、うん、こういうこうちょっと違う路線に変更してきたってなんかきっかけあったの？でもやってること全部一緒ですよ多分。ただレコーディングしてるだけだから。なるほどね。うん、まあそれがなんかちょっと他の人たちと方法が違うだけだっていう。うんうん、やっぱり当の本人にとっちゃ別に普通のことだし。普通のことじゃないですかね。うん、でも一室は一室だよね。まあ、そうですね多分あんまり聞かないし。だって。ライブしてないでしょ。今してないですね。俺多分ワイルドサイドで、多分それが最後ぐらいですよ。スケバイに見たっきり、うん、3年前ぐらい。もっと前じゃないですか。もっと前。うん、あれ見たっきりだよね。そうですね。それぐらいからやってないですけど、ね。でもそれってやっぱ普通の感覚から見たらちょっとした勇気だよね。まあそうなのかな。わかんないけど。まあ何やってりゃいいっていうものはないじゃないですか。うんうん、何やるんだ、うんうんうん。だからなんか。やりたいことだったり、うん、やってた方がいいじゃないですか、うんうん、こういろんなメンバーがいた時もあったでしょ、はい、その中でこう残った人と残んなかった人がいるでしょうよ、うん、まあそれはいろいろなことがあってみんなの思いもそれぞれみんな違うんだろうけど、やっぱそれでもこう続けてるっていうのはすげえモチベーションだなって結構だから本当俺 Facebook で楽しみにしてて ありがたいっすね、それは。いや本当結構本当楽しみにしててもう上がったら速攻おーやってる、来た来た来た、そうそう来た来た来たみたいな、なんかねそういう風に言ってもらえるとねやっぱやっててよかったと思うし、うん、意外とみんなスルーするから知ってる人とかでもまあなんとなくやっぱ存在は知ってるじゃないですか、うんうんうん、まあ、友達もいっぱいいる、いっぱいっていうか、うん、いるし、うん、あんまりそういうリアクションがないですよね。なんかやってることに対しての価値を多分世の中の人間っていうのはあんまりそこまで大事じゃないっていうか、まあそうでしょう、うん、特にそのなんだろう、結構そのサーティスイって主張がないように見えるかもしれないけど、
きちんと主張があるから、主張しかないですよ。そうだね。だからその主張に対して受け止めきれないっていうのも正直あるのかもしれないです。だから SNS とかで発信するのって今すごくこう主流だし、僕もやってるんですけど、ひょっとして SNS じゃないのかもしれないし、まあ今それがあるからそれやってるだけだと思うし、世の中もね、そう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 。でそれがこう1年後2年後3年後どうなっていくのかなって考えた時に、なんか独自の発信源がなんかねあったり、ひょっとしたらすっげえちっちゃいテレビ局作るのかもしれないし、まあそういう形はあるでしょうね。できなくはないもんね今ね。そういうでも CD とかもレコードとかもそうじゃないですか、レコードできて CD できてとかで、ね、変わってきてるんで、変わってきてるから。本当だよな。でもやっぱなんかこの前なんか読んだ記事とかだと、うん、CD 売れてないって言うじゃないですか、うんうんうん、だけどやっぱり音楽好きなやつは物を買うらしい、うん、どうやら、うん、売り上げはこう落ちてるけど、うん、でその配信とか伸びてるけど、うん、その配信とか伸びてる原因は、うん、その音楽別にそこまで聴かない人が多分伸ばしてて、うん、好きな人はやっぱね、うんうんうん、CD やテープやアナログをやっぱり買うらしいんですよね、うん、だから結局昔みたいに買わなくなってるけど、うん、昔みたいに買わない やっぱりあこれ出たなっつって買うときは買うし、うん、でそれ配信で聞こうかって気にもそういう本当に好きなものはなんなかったりとか、うんうん、なんかまあどっちがいい悪いの話じゃないんだと思うんだけど、うん、なんかやっぱだから結局形が変わるっていう、うん、その捉え方としても、うん、だって CD ってさ、ちっちゃい頃最初買った時に、うん、半永久持つってソニー言ってたじゃん。うん、言ってましたね。ずっと持つ。腐ってきてるからね。うん、腐ってきますよね。ね。劣化はするよっていう。これはもう無理でしょうって。そんでね、ああ面白いなと思ったのが、そのアナログ版、うん、レコードの、うん、最初に焼いたやつのサウンドがあんまり違うっていうから聞かせてもらったら、うん、全然違くて。だ結局今こうデジタルになってるんだけど、うん、またそのデジタルっていうのがアナログになったりとか、戻すぐるぐる回っていくのかなっていう、うん、そうだって多分今あのアナログ作るのって昔はその同時でこう焼いてったっていうか、うんうんうん、録音したじゃないですか、うん、ただ今ってただデジタルのデータをただアナログ版にやるだけだから、うん、そうそうそうデジタルなんですよね。ねデジタルなの結局、うん、じゃあ本当のねそのアナログっていうのはその場でブルースマンがやったような BTS の場で書いていくっていうスタイルだな。でも何だろう、まあこれ言うとちょっとあんま良くないのかもしれないけど、音楽自体でそのデジタルはすごくいいとは思うんですけど、あんまりそのいまいちこう聴く人が少なくなってきてるっていうのは、そこの部分に少し感動できなくなってきてるのかなって気も少しして、あの目の前で演奏してるの聞くとガーンくるでしょまあ何聞いてもなんかそれなりの感動があるっていうかなとかさ、例えばさ CD でじゃあ同じの聞いてのとね、うんうんうん、ライブしたやつ見て聞いたのじゃ、うん、全然受け取り方違うし、そうなんだね、捉え方違うから、だから結局こう伝えやすくてすごくいいんだけど、なんかその直でもっとこう伝えられることとか、そうするとじゃあライブなのかっていうと、まあライブだけじゃなくてなんかもっとないのかなとか、うん、そうですね、考えますね、そういうのは。うん、ライブもね消耗するしやってる方はね行く方もだって消耗するでしょ、だって行かなきゃいけないんだから。いやだって今はさ、なかなか、ね、配信だったりさデジタルのものって、うん、そのままでシュッてやって聞けるから、うん、聞くだけだったら別にね、そうそうそう、それだけでいいんだけど、そのね手間なんかして絶対、うんうん、逆に聞けなくなっちゃうから、うんうん、でもその聞けなくなったのもいいんだけど、うん、昔みたいに、うん、ちっちゃい時みたいに1枚しか CD 買えなかったら、うん、それずっと聞いてるみたいな、ね、ずっと聞くし、うん、買う時に根性入れるじゃないですか、うん、これでいいのか俺って言って、うん、こっちもあるぞこっちもあるどっちだみたいな感じで、まあ外れも引くし当たりも引くけど、そういうのがないとやっぱね、その時受けた感動ないから。そうなんだよね、外れにも感動あるから、うん、そうそうあるよね、こんなダセーのかと思うけど、うん、残ってるみたいな、今あれが残ってるみたいな、それ不思議なとこで、やっぱそれってやっぱ生で感じないと受け取られないから、うん、難しいところで、だから楽器始めちゃった人たちっていうのは結構やむらないっていうのは、自分でこうその音をこう直に出して自分で感じちゃってるから、なかなかやめらんなくなっちゃう、多分そうだと思う。
だから聞いてる聞き手の人が、うんうん、そのこう僕らと同じようなこう気持ちよさだったりっていうのをどういうふうに感じてもらえるのかなっていうのが、うん、自分でこう野菜を作りました、うん、買ってもらいます食べてもらいます、うん、って言った時のその流れとちょっと近いかなと思ってるんですよ、うん、今本当これ正直、うん、じゃあうちの野菜が うまくていいよって思ってる人って、うん、野菜自体に魅力を 100% 感じてるんじゃなくて、うん、自分で言うのもなんですけど、うん、僕自体に魅力を、そう人だと思う、人だったりその人が出した、うん、な何かしら、うんうん、っていうのは圧倒的にあると思うんですよ、うんうん、だからなんだろう音楽で言うと、まあ、圧倒的に必要ではないんだけどちょっとこう少しカリスマ性みたいなものが少しなくなってきてる、うん、それは多いなありますよね。でもすごいカリスマじゃなくていいんですよ、うん、ホテーとか、うん、そうじゃなくて、おーいとかじゃなくていいんだけど、うん、なんかこうちっちゃいコミュニティの中でも、うん、あこいつにやっていくことって面白いからついついこうチェックしたいんだよなっていうようなこう感じに自分もなりたいし、うん、なんかこうサティスイもきっとそういうところになってくるんじゃないかなっていうのはなんかすごい思うんですよね。野菜ってその納品するときって、うん、もう直に渡しに行くんですか？まあ、近い店舗だったらまあ直でもらいますけど、大体送ってますよ。そうですよね、うん、で送ってるんだけど、僕のやってることってちょっと特殊でもないのかもしれないけど、必ずそこ食べ行ってるんですよ。あ、お店に？店に、うん、儲かんなくて野菜の方が安いでしょ、だってで食べ行って、安いね、だって料理代が出ますかね。出ますよ。しかもなんか結構高級フレンチとかだと、うん、ああ結構なもんですねそれね。でもね、そこでちょっと感動して、うん、おこれうめえなと思って、うん、あこれうちの野菜もうまくやってくれてるわっつったら、うん、またこういける、もうちょっとその先にいけるっていう、うん、なんかそのスパイラルにはまったっていうか、うん、あなんかだから結局はなんだろう、音楽でいうとこう音聞きました、うん、ライブ足運びました、うん、よかったねっていうことなのかもしれないんですよね、うん、なライブ感、うん、ただライブ感って言ったって別に今までのライブ感だけでもないから、うん、もう実際に感じられるっていう機会とか、うん、33だってずっとこうバーって見てる人いて、うん、なんかもう、うん、見てるんだけどファンでいるんだけどあんまこう表面に出さない人もいるかもしれなく、うん、でその人たちにこう体感してもらうみたいなのも面白い、うん、体感は大いにありますね。そういうのを体感してほしいっていうのは、うん、誰しもファンじゃなくて何でも、うん、いろんな人が来ていいと思うし、ね、だから音楽だけじゃないし、そう今までも音楽家じゃない人もたくさん来てるっていうのはそこなのかなって、うん、で案外ここで知り合った人で音楽家じゃない人の方がつながってたりとか、なるほど、ね、何だろうなっていう、なんかやっぱ音楽やってる人ってやっぱ音楽やってるなんていうの、そういう独特のなんかあるし、うん、だから知らないね、ジャンルの方が、うん、面白かったし、面白いし、でやっててもそうだと思うし、うん、野菜作ってんのみたいなになるじゃないですか。大体人は野菜作ってないから、まあまあまあそう、ね、まあ、音楽もしてないから、うん、野菜って育ててきてんなっていうのは感じ、うん、知りたいっていうかね、鈴木さんになったらどうやって作ってるのって思うし、うん、そんなふうにズッキーニみたいになるからそういうの話聞きたいじゃないですか、やっぱり。そうなんだよね、もちろん音楽 もの話もするけど、うん、それじゃない、ね、やってることっていうか、うん、作っていくことっていうのはなんか本当に共通しててね、うん、共通してますね。でもそこのところの話っていうのは結構みんな聞きたいのかもしれないし、うん、聞きたいと思う。そう、それ考えるとなんだろう、最近は少しずつあるけど、うん、こう作ってる途中の過程みたいなやつって、うん、あの完成品としては出てくるでしょ、うん、音楽もそうだけど、うん、その作ってる途中の例えばこうエンジニアが何やってるとか、うん、マイクどうやって立ててんだとか、うん、どういうふうにこう失敗したものをリカバーしてんのとか、うん、そういうこう一通りのこう一連の流れみたいなのが見れたら楽しいかもね。楽しいですね、きっと。あの坊やってあって、付き人みたいなことを、ね、うん、やってたことあるんですけど、3年前、うん、その時にやっぱりそういうものを見れた、うん、裏をね、そう裏見れて、でこの表が華やかでしょ、うん、華やか。でも全然こう裏って結構きついことばっかりで大変で、うん、
でもあれ感じちゃうと本当にこう余計楽しくなるから、うん、で知りたい人もたくさんいるかもしれないし、うん、仕組みっていうのはねみんな教えてくれないし大体は教えちゃダメだしけど、うんうんうん、3つの欲求見たいっていう欲求は絶対あるから何やるにも面白いじゃないですかサディスイでそれ、まあ、そうですね一人のアーティストピックアップさせちゃってあもうだからなんだそいつが何やってるからまた始めてそこから来てそうすげえ大変だけどもう映画ですね、ストーリーがあるものだね、うん、見てみたいそれも面白いと思う、うん、なんかそういうのもなんてぼんやり考えてああやっぱそうなんだ映像があるからねそう映像があるんだったら音だけだとそれは伝わんないからでもよく考えたらさそういうレベルで映像と一緒にやってるレベルってある映像は映像の会社じゃないですかねやっぱり全部自分のところでやってるっていうのはないもんね、うんまあ、集団でもあるのかな、なんかアート集団の気分としてはなんか、ね、トマトとかなんかそういうのだったら、うん、多分そういうのって結局映像もだったり何だったりってリンクするから絶対に、うん、見てるわけだしね、うん、常に誰しもが前結構昔あのこう毎週やってた時あったでしょ、はい、あの時でねちょっと名前忘れちゃったけどこうすごい女性のアーティストで道を歩いてるっていうミュージックビデオみたいなの作ったのあったでしょ。あれすっごい良かったんだよね。あれ映画館とか撮ってんのかな。あ、そうなんだ。ああ、そう。なんかやっぱ印象に残るやつっていうのはなんかこのすごいシンプルなんだけど、うん、なんかずっと覚えてるっていうか、うん、あれは良かったですね。まあそうですね。当たり前の風に撮っちゃったらやっぱり人も見ないと思うし。飽きてると思うし、うん、その形としてね、うん、そのフォーマットとして、うん、そういうのはちょっときついかなと思うし、うん、なんか独特のねズッキーニを作りたいですよ、ね、俺らはズッキーニってなんかそれねすげえ勉強になったわそうどういう音楽って言ったらズッキーニみたいないやいや伝わるね全然わかんない伝わる人は伝わるみたいな なんかそうでも伝わる人は伝わる俺だってそれ言われたら多分伝わると思う。あ、そうかっていう。なんか別にないけど、そういうね、うんうんうん、ものは、うん、ないけど、うん、なんかあるじゃないですか。その雰囲気だったりなんだって、うんうんうん。そう、もうね、なんか雰囲気だったりニュアンスだったり、言葉の響きだったりとか。でしかも当たり前の当たり前のことを言いたくないじゃないですか。うんうんうん、なんかポップスとかロック、パンクとかさ。そう。それさ、一つのことだから、うん、自分がね、できてるもの、あ、自分を作るもの。の要素は、ねうん、一つじゃないかなって、うんうんうん、よく聞かれないですか、 なんかその音楽やってて、うん、どんな音楽やってんのとか普通の人にまあ聞かれますよ結構それってなんて答えるのみたいな話じゃないですか、はいはい、音楽か音楽だよみたいなうんもうひっくるめちゃってるからねそうひっくるめちゃってるでもやってるとそうだな簡単にこうポンって言える人はまたすごいなと思ってまあそうですねそれがねできてんだろうしだからどんな音楽やってんのってさもう自分でバンドやってるわけでもないしサポートばっかりやってるから、うん、僕ドラムですって、うんまあ、それよく分かりやすいわそれ分かりやすいでドラムどんなドラム叩くのって言ったらかっこいいドラムを叩くそうそうそうおいしい野菜できますみたいなそう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 もうそれ漠然的なんだけどもうそれでしか伝えられないかなっていう、うんうん、確かにそう、ねうん、なんかやっぱ言葉で伝えたりするのが苦手なのかもしれないし、うん、本当は言葉で伝えなくちゃいけないのかもしれないけど、うんさっきの響き結局多分ズッキーニとか別に俺響きで作ってるもん多分ねなんかそんな感じがする、うん、響きだしその物としてもやっぱり主流ではないっていう、うん、この国では、うん、だってそんな食べないでしょ多分あの毎日食うもんじゃないからじゃないズッキーニってきっと、ね、日本ではね、うん、でも音楽だって結局別に僕たちにやってるもんって日本古来から合ってるもんじゃないでしょ方角ってわけでもないし向こうから入ってきてるんだけどじゃあそれを自分でどうやって解釈してでやってく人はこうやっぱそれなりにいるんでしょうかなきっとそうだね毎日聞いてるだろうしねそういう人たちを聞いてるしそういうことを目指してやってるはずだからジャンルフリーになっちゃうと一番やりやすいんですよねまあそうですねまあ、ジャンルにこう分ける方が伝わりやすいのかもしれないけどでもジャンルに分けてあの伝えましょうっていうことを特にやってる人たちではないのかなって気もするんで
もう僕たちがやってることがこういう自分のジャンルなんですっていうところまで持ってけるといいですね。いいかなっていうのは。まあ、そうですね、説明しないでよくなったらいいですもんね。33レコードだったり、うん、イコールもう頭、うん、もう染みついてるっていう丸山祐希のジャンルができればいいだけだからね。本当になかなか難しいけど、やっぱりまあでもやっぱり続けてやっていけてるっていうのが一番強いでしょう。まあそうですね、きっとできるってことが、ビーツのテーマ曲良かったよ。ビーツ、ビーツみたいな。で、ビーツ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 。これ八百屋で働いてたことがあるんで。マジですか。八百屋で働いてたの。知らねえけど、その八百寮なの。八百寮なの。すごいね、その情報。